そういえば、ドクターマリオ解放してましたね。忘れてました。初めて参ります。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、ともしびのオプション実況プレイ始めて参ります。ナウスか、倒す、ナウスか。ナウスね。行きましょう。あー、なるほど。とりあえず、相手の、体力性が、OK。重っ、ちょっと待ってこれ、重っ。スピリットの影響なんでしょうけど、おい、おい、おい、もう一発、あと一発当てれば、あ、無理か。待って、お前も出てくんのかよ。まあ、とはいえ、倒すのはロボットだけでしたね。よし。オッケー。そう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 、ドクターマリオ、多分パワートロークだったかな。で、救出しましたね、そういえば。もう自分すっかり忘れてましたけど。まあ何だって収録の期間が若干空きましたからね、言うて。よし、よいしょ。あー、なるほど。メトロイドシリーズだからリドリー。まず投薬してみましょう。あの機械の体に効くのかどうかちょっとわかりませんけど。おお、危なっ。おい。おい、そこ、横手を。で、トルネード、トルネード、トルネード下 B だ、これ。そうだ、マリオと若干操作がかぶるからわからない時が。よし、おい、おい、連打、よいしょ、よいしょ、オッケー。ほら、やっと、ほら、横強が決まった。ただクリットしませんね。ほらほら、ほい、いった。やっぱリーチでかいなこいつ。よいしょっと、ほら、投薬、投薬。どうしよう。ほら、おお、やっぱリーチがでかい。よし、ほい、ほい、ほい、オッケー、心臓マッサージ。よーし、パラサイトクイーン、おそらくプライムでしたっけ、確か。だというような気がするけど。よし、じゃあこいつ起動させて。あ、なるほど、こういうスピリット出すだけか。相手がアシストフィギュアか。じゃあ相手に引き寄せるものがあればいいんですけれども、合いましたね。なるほど、18ボルトでしたっけ、確か。なるほどね。ガオガエンっていうのが、確かにガタイはいいキャラですけど。で、もう一方が村人。うわー、こいつかよ。こいつほんと嫌いなんだって。もう4の頃散々こいつに苦しめられたからな。あ、待って待って。もう消えるの待ってもダメなのかな、これ。ああ、待って。これ連れ去られる。ダメでした。レバーガチャしても無理だもんは無理っす。で、こいつな。アシストフィギュアにこいつかよ。アシストフィギュアの中でもだいぶ凶悪な性能と言ってもいいですからね。ほら。ほら、跳ね返して。あ、ラリアットか。やめて、それ。よし。おい。ほら。あ、待って、これ、結構長い。くおった、ダメだ。どの道助けますよね。はい。次。これはもう、なんだろう、アイテムで素性とか入れた方がいいのかな。ほい、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 こいつ真下にでも当たるからな。あー、ギャラが、また、またやられた、ギャラが。やめて、もう、マジで、ほんとに。そうだな、せめて、つかめ、つかめ、つかめ、つか、こいつ、この野郎。これだから、村人は。これだから、村人は嫌いなんだよ、ほんとに。パチンコあんな風にやられると手も足も出ないんだよな。てかもうギャラが拾うのにしよう。あ、こいつダメージ与えられる、もしかして。あ、捕らえた。くぅ、ほら、待って待って、これで、ほら、掴めない。よし、ほら、くぅ、石敵が重たいってなってく。おい、ちょっと待って、ギャラがそんなに出されてもな。
で、多分あのアシストフィンでは倒せんのかな。他のキャラクターたちをいなしつつ、あのアシストフィギュアを攻撃してみましょうか、次は。お前、これ邪魔すんな。痛い。あ、ジャラが、いいところに。おら、おっと、ゲット。おい、突き去ってあげて。ダメか。すぐ振りほどかれたか。待って。おら、よっと。こうやって、よし。あ、逆。あっちゃー。あ、これ無理だろうな。ジャンプ回数残っていないから、どの道だわ。こいつ、あの、マルントで跳ね返せないのかな、あの、頭っていうか。やってみる、一回。おい、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 おい。またギャラが捕らえた。ほら、ほら。おい、よし、おい、ちょっと危な、よいしょ、おい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 、おら、よっと、あ、つかめた、おち、いったーね。え、ジャラが壊されて、もしかして、くぅ、ほんとつらい、くぅ、こいつね。無理っす、もう諦めます、これ。キャラクターがそもそも。もうちょっと遠距離に特化したやつゲットしてからにしよう、こいつは。とりあえず、ドクターマリオではなかなか太刀打ちできないことはよくわかりました。あ、スキアの書き付けの書きだな。で、次はドクターワイリーと、その前に、道場で鍛え上げてた人はちょっと回収しておきましょうか。とりあえず鍛えられる分はできるだけ鍛えておきましょうか。で、テイレさんも回収しておいて、よし。オッケー。あー、レジェンドか。倒しても油断するな。メタル化した相手が登場。なるほど。ロックマンか。とりあえず、レイガンでいきましょうか。まあ、一旦やってみましょうか、まず。レイガンすぐチャージして。あ、そうか、すぐチャージするんじゃなかったな、確か。ほい。とりあえず、もう投薬するしかねえよ、ここまで来た。ほい。ほい。うわ、危ない。ほーれ、OK、はい、投薬。痛い。で、おい、届かない。おい、くぅ、待って。おいしょ、よし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 、うわ、ほーらよっと。危ねえ。よいしょ、ほら。あとちょっと。でも、確か結構出ていますよ、これ。ひぃ。ほい、これも跳ね返して。待ってくれ。あ、これ飛ばせるか。捕らえた。最悪、ちょっと待って待って待って。くぅ。ほら。おら、おら、トルネード。無理か。おら、よっと。離せ離せ離せ離して離して、マジで。ほら。待って待った。おら、よっと。け。あ、まだ出てくるんだった、確か。おお、何やってんの、あんたら。近づけて、うお、結局待ちで食らったけど、よいしょ、当たってない。ねえ、きついこれ。ああ、これ、これで当たるはず。まあ、とはいえこれは無理ですよね。もうちょっとキャラクターを揃えてからの方がいいな、やっぱりこういうのは。とはいえザボスね、ザボスあたりは頑張れば倒せそうな感じありますからね。またザボスのスピリットも倒せるうちに倒しておきたいですけれども。まずは投薬。お前か。
どうせ鉄残光してくるんだろ。ほらほら、あ、ガードしてくる、ちゃんと。ほいほい、で心臓マッサージ、おーれっと、ここ、えい、これ腹筋、あー、してくるな。よいしょ、そこ、えい、鉄残光でやられた、こっちが。あれですね、鉄残光で合ってますよね、読み方。そうだな、とりあえずマックは復帰が弱いから、早々に立ち去ってもらいましょうか。あー、掴めてない。よいしょ、ほい、ほら、ほら、無理か。ほら、ほら、ほれっと。あー、そうだ、トルネードこれ下火なんだって。どうも忘れちゃうんだよな、普通のマリオと操作体験似ているから。あ、無理ですね、これは。はい、撃て。よーし。で、次、ボンバーマンか。炎爆発攻撃のパワーアップ。で、ヒットポイントが、でもだから体力性か。じゃあ、これでいきましょう。爆弾はとりあえず、マントでかわせ、あの、マントで跳ね返せばいいし。ん？あ、2体か。ほら、熱い、ほら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 、熱い。待って待って、ほら。おい、取れない。うわ、この野郎。ほれっと。ダメだ。よいしょ。上投げて。オッケー。ほい、ほーれっと、ほい、なじて、ほい、いけい、ほいしょ、あと一つ、投薬、オッケー、投薬完了。よし、さて、お次、こいつ出てくんのか、デュオン。懐かしいな、ほんとに。体力強化でいきましょうか。射撃アイテムってことは、あの、通常視察ですよね。あ、レイが持ってんの、こいつ。あ、いった。おれっと。ほい、ほい、ほい、ジェイ。俺やっぱ狙ってくるよね。ここで。やめて、ちょっ、危な、ほら、巻き込まれな。よし、ジャイアント化しているなら、これで、だいぶきついはずだ。当たり判定がでかいがゆえの、言いますか、よいしょっと、なじて、よいしょっと。多分これ相方当ててもダメですもんね。あ、バナナガン。ひぃ、うおーれっと、当たり、オッケー。レイガンゲット。ほい。あ、キノコ。よいしょ。ほい。お、こいつはありがたい。あれ？くぅ。これ、アイテムダメなのか。ちょ、待って、これ。あ、これ、あのキノコか。確か操作を反転させるキノコありましたもんね、これ。あー、すっかり忘れてた。なんか左に倒したはずで、なんかどんどん右行っちゃいますから、これ。ほい。ほい。アメリカ、ほい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 、アメリカ動作していったん。やっぱ相方にダメージやっててもダメですね、これ。油断してるからですよ。よいしょ、おーらよっと。で、新しいレイガンですね。危ない。おっとっとっと、そう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 、アイテムこれ。そうか、発射したとき、もうちょっとスマートに立ち回りたいですもんね。早速捨ててやるぞ。ちょっと後ろ回って、ほら、はい、ちょ、待って待って、だからダメだな、これ。まあんまり隅っこ行きすぎて、もう吹っ飛ばされた時にリカバリーが効きづらいな。
ジャンジャンプして、ほいほいほい、ほい、あ、7やってる。クリア必要だぞ。痛い。ほら、オッケー。ほら、とりあえずリベンジシューター、あんまりダメージになってるとは言いづらいけれども。くぅ。アイテム2個も取れるときついんだよな、アイスクライマーは。よいしょ、操縦だ。オッケー。これでだいぶダメージ与えやすい。ほい、ほい、ほい、ほい。かわいいか。ほら、あ、そっち7。お。これ投げて、よいしょ。危ない。ほら、これだけでも。よし。だ、リベンジシューターあるか。リベンジシューターでかいな。あ、相方にもちゃんと体力あるんですね、これ。ああ、ちょっときつかった。まあでも、よく考えてみれば、ちなみにスマブラ X のボスの中でも、デュオーに一番苦労したんじゃないかな。多分、タブー以上に苦戦したと思う。よし。で、次5だから、別のところ参りましょうか。あ、オセロットさん、もうあんたの、あれですね、手に入れてんですよ、スピッツは。確か、あった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 。はい、これです。イボルバーオセロット。電撃効果を配信できますね。で、射撃攻撃の強化ですから、ウィンフィットトレーナーあたり使ってみようか。それともロックマンか。まあ、ロックマン行きましょうか。あんまりロックマンは得意じゃないんですけどね。よし。さあ、20年後のあんたと対決しますよ。投げて。あ、そうか。ほい。ほら。やっぱ自分はダメージ受けるのだ、これ。あ、打ちませんね。ほいしょ。ほら。あ、これ、訴状か。ほい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 。投げて。ほいしょ。キッ。ほい。キッ。ほいしょ。エアシューター。やられてうざいことを思い出せ、本当に。ロックマンやられ、ロックマンがね、できることで。よいしょ。OK! いやー、電気流化が通用しないって結構楽になりますね、本当に。さあ、お次。そこか。よし、下行こう。まず下行って5の扉を開放しましょうか。オッケー。5の向こうが手強そうなのいそうだな。あ、こっち出口か。まずは宝箱拾って。おやつ。こんなところにおやつで。これなんだ？なんだ？これでいいか。あー、でもなんか、PV で確かこれガリウムじゃなかったっけ、確か。ガリウムは、そうですね。遠くから狙、あ、攻撃できるキャラがいいですし。ここはあえてフォックスで行ってみましょうか。スマブラ X の時は何ゲームフォックスよく使ってましたからね。今じゃ全くと言っていいほど使ってないですけど。あ、やっぱりガリオムだ。ここでボス戦ですね。よいしょっと。おお、勝利者出ないのか。これでちまちま削っていきましたね、最初は。よいしょ。ちょっと離れてな。おお、危ない。よいしょっと。で、離れて。おお、やっぱ迫力あるな、攻撃。ほい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 。で、
回避して、おお危な、よしよし、もう一回、ちょっと離れて、おお、あ、いかいかいか、あ、ちょっと怒り状態になったのか、ほい、あ、いていていてて、そこダメージ判定、一旦離れて、よいしょ、これ回転攻撃ですね、よし、ほいしょ、危なっ、よし、で、打って、ジャンプ、OK、これはチールドして、よし、あ、近づいてきてる、ほら、OK、いやー、懐かしいな、このガリウムと戦うのも。オッケー、やっぱブラスターで遠くから狙うのがいいですね、ほんと。よーし、まあしかしガリオムと久しぶりに戦うことになろうとは思ってもいませんでしたからね。オッケー、で、どうなの、これで。あ、これで、ステージとしてはクリアなのか。お、ちょっとシールドが、あ、弱まりましたね。最終的にはやっぱ倒さなきゃいけないのか。お、なるほどなるほど、マスターハンドに守られていたシールドがちょっとだけ破られましたね。よーし、オッケー、じゃあ次向かいましょうかね。とその前に、確かこっちだっけ、あー、こっちこっち、こいつをゲットしてと。あ、ダンボールもうだいぶ確定しまし、してきましたね、これ。じゃあ、こうしよう。じゃあ、次のファイターを復活できれば、それで終わりにしましょうか。あー、2体か。うっ、怖っ。あ、これスティールダイバー。スティールダイバーってこれのことか。ほら。ほら。ほいしょ。ほら。待って、ほら、ちょ、待って。ほら。ほら。ほら。くっ。ほら、よっと。よいしょ。ほら、上、上。くっそ、この炎が。どうしよう、ほんとに。待って。おお、なんか気遣えてるぞ。あ、そじょ。ありがたい。ちょ、待って。よいしょ。あぶな。あ、待ってくれ。押し叩いた。うわ。ちょ、待って。降ろさせて、降ろさせて。ほら、やっと。くぅ。やばい。体力同じくらい。これ、まずい。ほら。降ろさせて。よいしょ。くぅ。そこ。まずは一体撃破できたろう。え、まだ？まだか。くぅ、やばい。やばい、これやられそう。あー、やられた。バナナガムはさすがに。キャラ変えよう、さすがに。どうしようか、じゃあ。あんまり接近はしたくないからな、ミダル化してるし。よし、ピコ入れてみようか、一旦。相手防御が高いですからね、やっぱ投げ技主体でいった方がいいか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほら、ほら、ほら、ほい、ほら、やっと、ほら、くぅ、見づらい、ほんとに、ほら、よいしょ、
ほら掴んで、よし、ほらよっと、ほらウィズマーク当たってない、ほらくぅ待って、ちょっと抜かして、よし OK、 ほらほらよっと、ウィズマーク、ウィズマーのこの回転率の高さ、ほらよっと、ケイ、やっぱ回転率こそ正義ですね。よし、次のファイターは誰かな。スネークだったら嬉しいけど、お、案の定だ、スネークだ。で、飛び道具したいだからな。まあ一旦これでいってみましょうか、せっかくですし。ここでついにスネークが来たか。行くぜ、ほら、おーれよっと、早速振りほどかれたけど、これ作って、よいしょ、よいしょ、おーれよっと、おーれ、あ、おっ、おっ、くぅ、落とされた、ここ、危ない、さあ、あんまり自滅しちゃいけませんよ、ほら、ほい、いった、ほら、ほら、ほら、わざ続き、取れちゃった。こいつは、おらよっと、ケイ、紫ピクミンですからね、威力は絶大です。よーし、スネーク、ようやく使えるようになった。よし、じゃあ、今日は、今日じゃねえわ。今回はここで終わりますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。アディオス。